さて、セルシウス、いろいろあなたから話を聞きたいんだけど。そうね、まずホスチアに封じられていた災厄について。そちらの話もエミルに聞いたわ。あなたたちがラザリスと呼ぶもの、それがきっと災厄でしょうね。ラザリスは自分のことを誕生するはずだった世界と言ったの。その誕生するはずだった世界がなぜこの世界ルミナシアに封じられていたのか、どういう災厄になっていくのか、それについては。いえ、そのようなことまでは精霊も知らないわ。ともかくホスチアの採掘が引き金だったわけね。はぁ、知らなかったとはいえこんな事態を引き起こすなんてね。今から採掘をやめても出遅れみたいね。生まれるはずだった世界ね。そういえばこの世の創生に立ち会った者がいたらしいけれど。そんな人がいるわけ？創生に立ち会ったのはもちろん人ではないわ。精霊でもないの。そしてその存在から創生の時について聞いたのが人の祖なのよ。人の祖？なんだか話が長くなりそうね。リタ、この話についてはあなたが聞いておいてくれる？わかったわ。それじゃあセルシウスとリヒターさんは今後ギルドの人員となるよう手続きをするわね。あなたね。何？Yes, touch!
敵への情けは持ちたくないか。ほっ、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 ほっ
先行フリーズランサーとボイハンエッシャーエステリーゼ様。手がこうでこう構えてこんな感じでしたよね。昇進エステリーゼ様、状態を安定させないとダメなんですよ。もっと足を肩幅に開いて腰を落とす。そう、それから、おやおや、これはこれは、朝から精が出ますね。おはようございます。そうなんです、今アスベルに手ほどきを受けていたんです。私は腰の振りが足りないと。腰の振り？なるほどなるほど、それを直接体に教えられていたわけですね。体に押し…はい、大きく足を開いてこう腰を落として勢いよく。エステリーゼ様、おやめください。なんとハレンチな。え、ハレンチ？アスメル、君は実直で誠実な男だと思っていたが、
たちの行い、隊長として見過ごすことはできない。え、隊長。フレン、何を怒っているのですか。フレン。いや、若いというのはいいものですね。シーナちゃんってば魅力的よね。ほんとナイスバディ。ちょ、突然何を言い出すんだい。照れない照れない、シーナちゃんがそんだけ女性として素晴らしいってこと。そうそう、いつも俺様が言ってんだろ、シーナは素材はいいんだからってさ。ゼロスまで何を言ってるのさ。この船の中でもシーナちゃんトップクラスよ。ほんとほんと、お前は自分の体にもっと自信を持つべきなんだよ。誰も放っておかないわよ、もったいないね。なんだったら俺様がもっと磨きをかけてやろうか。こう、いろいろ手取り足取りさ。ちょっと、剣掛けはずるいっしょ。やるならおっさんにも手伝わせてよ。ああ、いいねいいね、そういう手伝いだったらもう俺様いつでも大歓迎。いい加減にしな、このエロガッパども。ほら、行くぞ。
勝って当然だ。
セルシウスから聞いたことを伝えに来たわ。かなりぶっ飛んだ内容だけど、一応話しておくから。創生の時について伝え聞いたという人の祖のことね。遥か太古、私たち人は精霊に近い非物質の存在だったらしいわ。太古の人、今の私たちの先祖は肉体を持っていなかったってこと？そう。そして物質体を自分たちで設計して、今ある人として地上に増え栄えた。これはつまり人の祖ってのはドクメントだけの存在だったということよ。自分たちの人たる姿や構造まで設計して、非物質から物質体を生み出した。あたかもミブナの里に伝わる人工精霊を作るように。だとすると、ソウルアルケミーはその当時にあった技術で現代まで細々と伝わっていたわけね。でも結局その創生の時のことを知る非物質の人の祖は今いないんでしょ？でも人の祖が残した遺構なら知っていると言ってたわ。遺構？天空にある宮殿、ベラトローパよ。人の祖ベラトローパの民がその身を物質とするまでいた場所だって。そこにヒントがあるとしても、それも非物質なんでしょ？そうね、そういうこと。ベラトローパは精霊と次元を同じくした時もあったけど、ベラトローパの民が地上へ降りる時にさらに次元を隔てて隠されたらしいわ。非物質じゃ存在しないのと一緒じゃない。いや待って、非物質を物質に。何かいい案でも？あ、ちょっとハロルドと話してみるわ。
メラトローパへ行く方法を考えてみたの。今セルシウスが実体化してここにいるでしょ。それをヒントにソウルアルケミーを応用してベラトローパを物質世界に呼び込んでみようってわけ。シンプルに考えていいわよ。要は非物質のものを物質にするだけだから。精霊はもともと姿もなく、あまねくものに浸透できる精妙なもの。本来は非物質なのよ。己を構成する情報、つまりドクメントの波動を濃密にすれば物質になるの。そういや、マナに恵まれた土地を離れていてどうして存在できてるの？ディセンダーの近くにいれば大丈夫だからよ。そんなもんなの？便利なのか不便なのか分かんないわね。ベラトローパは物質世界と重なるように非物質の状態で現存しているわ。で、これからベラトローパの次元振動数を変えて物質化させるの。あんたも甲板にいらっしゃい。じゃあちゃっちゃと始めちゃうわね。何も起きないわね。触媒が足りなかったかしら。うわー、今の音何？そう、そんなことよりその装置はまだ手を加えないといけないんじゃないの？やっぱもうちょっと改良が必要ね。じゃ、撤収撤収。人が落ちてきた？ええ、展望室の上に。さっきすごい音がしたでしょ。ロックス、さっきの人たちを医務室へ運んだよ。大きな怪我とかはない様子だったけど。そうですか、安心しました。あとはアニー様が見てくれるでしょう。珍しい客ね。で、あなたもだったか。私も最近はどんな客が来ても動じなくなってきたな。さて、ちょっと顔を出してこようかな。あなたもいらっしゃい。皆さん大丈夫ですよ。幸い軽い傷で済みましたから。それにしても空から落ちてくるなんて。はい、私たちはある人と戦っていたはずなんですが。急に地面がなくなって一瞬眩しい光に包まれたと思ったらこの船に向かって落下してたんだ。なあ、これって
やっぱり夢なんじゃねえのか。そうですね。いきなりそんな目に遭われては戸惑ってしまいますよね。いいえ、お嬢さん、このロニ・デュナミスが今抱く戸惑いは、あなたのような美しい方のもとへとたどり着いてしまったことです。はい、ひょっとして頭を強く打ったのかもしれませんね。ハロルドさんに見てもらった方がいいと思います。あ、ちょっとお嬢さん。はいはい、脳みそ見てほしいのはどちらかしら。解答術、戦闘術、好きな方を選んでいいわよ。その両手に持っているドリルは何でしょう。つうか、マジで大丈夫ですって。おい、お前ら助けろよ。うわっ、うわっ。ささ、じっとする。目が本気じゃねえかよ。うわその様子だと、みんな無事のようね。とりあえず一安心かな。私はギルドアドリビトムのリーダーアンジュよ。あなたたちの名前を聞いてもいいかしら。俺カイル・デュナミス。私はリアラ。そして今部屋を出て行ったのはロニです。僕はジューダスだ。落ちたのが船の上でよかった。もしあのまま地面に落ちていたら、きっとみんな助からなかったわ。それについては謝らなきゃね。どうやら私たちのせいのようだから。え、そうなの。これはリタとハロルドさんの見解なんだけど、次元チューニング装置の不具合のせいであなたたちをこの船に呼び寄せてしまったらしいの。だからこれからあなたたちが希望する場所へ送ろうと思うんだけど、希望する行き先は？ここからだとどう説明すればいいかな。世界樹からどの方角かでもいいんだけど。世界樹って？世界樹は世界樹よ。あなたたち知らないの？まさかとは思うが、ここは僕たちの世界じゃないんじゃないか。そういえば、さっき上で見た世界地図、私たちの世界のものとは違ってた。でも、そんなことって。だったら元の世界へ戻してくれ。呼び寄せたというのなら、戻すことくらいできるだろう。それは、ハロルドさんたちに聞かないと。あなた、研究室へ行って、このことを話してきてくれる？私は部屋を用意してくるから、お願いね。元の世界に戻せって言ってもね。ま、いずれ戻れるようにはしてあげる。すぐには戻れないんですか？どういう仕組みであんたたちの世界とつながったのかわかんないんだもん。まずはそこから調べないと。まずいな。こうしている間にもあの男が多くのものを殺めてしまう。とにかく強い者がいると聞けば戦いを挑むというめちゃくちゃなやつだ。腕の立つ者は目をつけられて皆命を奪われた。そいつが俺の父さんを狙ってるって分かって、それを止めるために旅をしていたんだ。まったく、やっと奴を探し出してあと少しで倒せていたかもしれないというのに。まあそれは悪かったけど、無理なもんは無理なんだしさ。そのうち戻してあげるから、それまでここのギルドで働いてればいいじゃない。そうするしかないみたいね、カイル。うん、俺ギルドの仕事って一度やってみたかったし。
それじゃあ私たちしばらくここでお世話になります。これからよろしくお願いします。はいはい、よろしく。小僧どもどこへ消えた。待てよ、俺はなぜこんなところにいる。ここはどこだ。メンバーだね。俺はサン・エルロン。一緒に組むときはよろしくな。嘘。え？名乗るだけなのに嘘なんか言わないよ。あ、いや、あ、なんでもあります。いや、なんでもない。俺はロニー、こいつはカイル。どうもよろしく。緊張なんてしなくていいよ。ここのみんなは気さくでいいやつばかりだから。それじゃあ私たちはこれで。報酬が多い仕事するときは私を呼んでね。若かったけど今のは父さんと母さんだった。別の世界に父さんと母さんが存在していたなんて。あんたたち違う世界から来たのよね。でもあんたの両親がここにいる。ハロルド、これってどういうこと？そんなのわかんないわよ。仮説を立てるにしたってさまざまなことが考えられるんだし。ただカイル、あんたが二人の子供であることは伏せておくのよ。たとえ違う世界のこととはいえね。なんでだよ。あの二人の未来はまだ決まってないの。不確定の未来に干渉するべきではないわ。下手したらこの世界でのカイルが生まれなくなるかもしれないんだから。カイルが生まれなくなる。だからあんたたち同じ世界の者同士にしかこの話はしないでおいて。それとあんた聞いてたでしょ。あんたもこの件については誰にも言っちゃダメだからね。なんだい？
Yeah!
俺たちもここに来てずいぶん経つけど、未だにどこを歩いてるかわからなくなったりするんだ。そうそう、俺なんか今でも迷子になるぜ。この前なんか近くにトイレが見つからなくってさ、あん時は危なかったぜ。じゃあさ、次から迷わないようにトイレまでの道にパンくずを落としておけばいいんじゃない？それさえ見つければあとは辿っていくだけだよ。いや、それは微妙だな。多分誰かに食べられちまうぜ。そっか。じゃあさ、食べられないものを目印に置いていくのはどうかな。ほら、バケツとかモップとかさ。それよりもっといい考えがあるぜ。絶対誰も拾っていかないもの、それは教科書だ。ああ、それなら安心だね。うん、俺絶対拾わないよ。だろう。なんか気が合うかもな、俺たち。Ah!
どうだ、熱い人、どうだ、練習、どうだ、速攻だ、幻影石、どうだ、変更状、クーハ、絶対やってるよ、この目逃がす、ビクトリー、頑張るぞ、フッ、攻撃、放水、放水、ラストバッグ、アンチーバッグ、
一つアドリビトムに依頼があるのだが。あら、皆さんお揃いで。故郷ヘーゼル村の働き手が帝国に連れて行かれた。村近辺のホスチア採掘は終わり、みんな解放されたと思っていたが、遠くの都市のホスチア採掘のために連れて行かれ、強制労働を強いられている。ひどい話。あのサレという人の仕業ね。ヘーゼル村に残ってる者ももうあの土地では生活していけない。土地のマナ不足はそこまで深刻になってんだ。そこで村のみんなと話し合って、多少不便でもマナの恵みに預かれる土地へ移って村を立て直すことにしたんだ。キールさんが研究しているオルタビレッジの構想を取り入れれば、また村人は豊かな生活を手にすることができるでしょうし。これから俺たちはヘーゼル村のみんなを救う。村人と強制労働のために連れて行かれた者を連れ、新たな土地へ移動するためにカダイフ砂漠を越える。砂漠には魔物も多い。村人が無事に砂漠を越えられるように魔物の討伐を頼みたいのだ。わかりました。すぐに誰かが名乗り出てくれるはずよ。これから俺と友人は帝国に連れて行かれた村人を救出するために船を出る。俺と兄はヘーゼル村に残されたみんなを連れて砂漠へ向かう。私たちはしばらく船を出ます。ごめんなさい。医務室の業務については気にしないで。今回は村の人たちのために頑張ってね。はい、では行ってきます。はい、みんなの無事を祈っています。これはユージーンさんからの依頼よ。ユージーンさんの故郷ヘーゼル村の働き手が帝国に連れて行かれたそうなの。村近辺のホスチア採掘は終わってみんな解放されていたというのに、今度は遠くの土地のホスチア採掘のために連れて行かれて強制労働を強いられているらしいの。ヘーゼル村に残っている者も土地のマナ不足が深刻で、もうあの土地では生活してはいけないみたい。そこでヘーゼル村のみんなは話し合って決めたそうよ。多少不便でもマナの恵みに預かれる土地へ移って村を建て直そうって。ほら、あなたが以前助けたジョーンさんたちを覚えてる？彼らが今キール君が研究しているオルタビレッジの構想をもとに村を建設中なのよ。そこに住んでもらおうと思ってね。ユージンさんとベイク君は今強制労働のために連れて行かれた村人を解放しに、アニーとティトレイ君はヘーゼル村の人たちを迎えに船を出てるの。彼らは新天地へ移動するためにカダイフ砂漠を越える必要があるのよ。そこで今回あなたにはヘーゼル村の人たちが無事に砂漠を越えられるよう魔物を討伐してきてもらいたいの。今回の同行者はスズとユーリさんだよ。それじゃあヘーゼル村の人たちのためにも頑張りましょうね。
確かにこの環境じゃ年齢とか男も女も関係なしに厳しい砂漠越えになるだろうな。それに加えて魔物もワンサが出上がる。命がけもいいとこだ。ここまでの事態を引き起こしたのは帝国です。俺がガルバンゾのギルドにいた時は俺の知る世界は住んでた場所だけだったな。帝国のことは知ってたが、よその国や世界の動きなんざまるで見えていなかった。ほんと何でも見渡せる自由のギルドだな、アドリビトムってのは。私も里を出て様々なことを知りました。貧富の格差、ホスチアの大量消費、紛争、大国が小国に敷いた単一栽培が引き起こす自然破壊、そして飢餓。このまま進んでいけば世界の危機ってやつはすぐ訪れる。ラザリスがいようといまいと関係ねえ。国のお偉いさんは全てを食い潰すまで気がつかねえんだな。その危機を回避できるかどうか、今が岐路の時でしょうね。ま、当然だな。国のお偉いさんには頼れねえとなると俺たちでやんなきゃな。ええ、ですから一人で抱え込まないでください。私たちがいますから。俺たちが選んだ道だ。一つの選択は小さいかもしれねえが、その選択が世界を正しい方向に変えていくだろうよ。やるんだよそれを。お前だけじゃなくてアドリビトムのみんなでな。しかし
暑いなんてもんじゃねえな。簡単に目玉焼きが作れちまいそうだ。ユーリさんは料理をするのですか？ああ、ま、たしなむ程度にはな。これでもギルドで生計を立てながら自炊してたんだ。一通りの料理ならそれなりに作れるぜ。すごいです、ユーリさんは何でもできるのですね。何でもってことはねえけど、必要に迫られりゃ人間大概のことはできるようになるもんだ。スズは何が好物なんだ？無事この仕事が片付いたらお疲れ様かいってな感じで簡単なもんなら食わせてやるぜ。お気遣い感謝します。そのお話は任務達成後に追ってまたご相談させてください。では私はこの先の魔物の様子を探ってきますので。忍びは感情を表に出すべからずって、やいろいろ大変なんだな。道はこっちなんだが、さて、鍵は向こう側からかけてあるらしいな。私に任せてください。へえ、さすがは忍びだな。さあ、先を急ぎましょう。身軽なもんだな。忍びならこれくらいの仕掛けは朝飯前ってわけか。当然です。これくらいで動揺したり足止めを食らっているようではとてもみんなを束ねる忍びにはなれません。へえ、スズは将来忍びの頭領にでもなるのか？いえ、まだそうと決まったわけでは。いいじゃねえか、胸張ってはいそうですって言っとけよ。知ってるか、人間の脳ってのは発した言葉が一種の自己暗示になって、言葉通りの未来を実現しようと陰に日向に働いているらしいぜ。本人の意思に関係なくな。それは言霊ですか？つまり口にした言葉が現実になるという。ああ、そういうもんかもな。言うだけならただなんだ。だったら夢だのなんだの前向きな言葉は積極的に口にしたっていいんじゃねえか？そういう考え方もあるんですね、言葉の力。勉強になります。ま、あくまで一つの例だよ。病は気からとも言うし、何事も気の持ちようってことかもな。しかし、ここの魔物は手強いのが多いな。さっきのやつなんて、結構日合わせもんだったぜ。そうでしたか？とてもそんな風には見えませんでした。そりゃどうも。これでもビビったり驚いたりはしてるんだけどな。ユーリさんは忍者に向いているかもしれません。忍者に転職するつもりはないのですか？面白い誘いだが、遠慮しておくよ。誰かに仕えて任務をこなすなんて俺の性分じゃねえし。そうですか。では気が変わったらそうおっしゃってください。ユーリさんでしたらいつでも棟梁にお引き合わせします。そりゃ光栄だな。気持ちだけありがたく受け取っとくよ。Thank you.
頑張れ！
Thank you.
魔物が見つかんねえな。ティランピオンでしたか。この砂漠の中でも厄介な相手だ。普通のやつが束になってかかってもなかなか倒せるもんじゃねえ。他の魔物はそうでもないんだがな。それを倒せばヘーゼル村の皆さんも無事に砂漠を渡れるのですね。ああ、だから早いとこそいつを見つけ出さなきゃな。
スイング一方イズナを強振デバードシートふったおっと、こりゃでかいな。これがティランピオンですね。では行きます。なんとか仕留められたな。これでヘーゼル村の皆さんも無事に砂漠を越えられます。じゃ戻るか。アドリビトムね、大事な働き手を奪ってくれた報い必ず受けてもらうよ。でも今日はベイムがいないみたいだし、僕と遊ぶのはまた今度にしようか。楽しみにしているよ。ヘーゼル村のみんなは無事砂漠を越えられた。村のみんなはお前の活躍で新しい生活を手に入れられた。いつかお返しをせねばとみんなが感謝していたぞ。友人さんたちも無事でよかった。ああ、現場に猿がいなかったのが幸いだった。オルタビレッジもうまく運営していければいいな。暗雲とした世の中、多くの者が未来への展望を見失っている。みんな不安と困惑の中にあり、どう生きていけばいいかが分からず世の中に失望している。国も助けてくれないからな。だが
それでも希望を見つけ、自分たちで未来を作らなければならない。頼るばかりでなく、一人一人が希望を生み出せるきっかけに我々アドリビトムがならなければな。それじゃ、今回もお疲れ様でした。それからちょっと研究室を訪ねてくれる？ちょっと経過を聞いてきてほしいの。じゃあお願いね。Thank you.